ここまではウェブサービスや大規模システムという方向性と組み込み系と大きくこの2つの方向性で広まってきました。この Java 技術というのは業界全体で支え合ってみんなで発展していこうという方向に動き続けています。はい、こんにちは。今回のテーマは Java 技術の世界地図です。 Java が1995年に公開されてから今までどんな技術が生まれてどんな風に活用されてきたのかというのを一つの図に書きながら解説していきます。もう Java なんて古いでしょと思っている人も多いかもしれませんが、今でも結構使われてるんですね。30年も使われているのにはもちろん理由があって、今でも発展し続けている分野があります。今回はそんな Java 技術の全体像を歴史を紐解きながら解説していきます。まず解説に入る前に伝えておきたいのが、今回その Java 技術の全部を伝えきれるというわけではないということと、僕自身もまだ知らない技術があるということですね。この点については僕自身もまだまだ未熟で勉強中ということでご了承ください。それでは Java 技術の世界地図スタートしましょう。まず Java は1995年にアメリカのサンマイクロシステム社によって公開されました。よく Java っていうとプログラミング言語でしょって思う人も多いと思うんですけど、厳密には Java というのはプログラミング言語としての側面と開発環境としての側面、これを含めたテクノロジーだという形で公表されました。言語の仕様というのは書き方のルールのことですね。例えば基本的な文法が含まれます。基本文法で用意されているものとして、まず分かりやすいのが変数ですね。そして Java で変数を定義するときにはデータ型の指定が必要です。データ型というのはそのデータを入れる入れ物の形のことで、例えばイント型のような基本データ型が8種類と、ストリング型のように入れ物の中に参照値が入る参照型があります。合わせて他のプログラミング言語と同じように Java にもプログラムの流れを制御するための制御文というものが用意されています。 Java のプログラムは主に順次進行、分岐、そして組み合わせ、この3つの構造を組み合わせた構造化プログラミングという形でプログラムを作っていきます。 Java の前によく使われていた C 言語なんかではプログラムのどこにでもジャンプできるような GoTo 文なんかが用意されていたんですが、それができるとプログラムが分かりにくくなってしまうということで Java では GoTo 文はありません。その GoTo 文の代わりの一つとして用意されている機能が例外処理というものです。C 言語なんかでは実行時のエラーが出た時なんかに GoTo 文で処理を飛ばすというようなことをよくやっていたんですが、 Java では Try Catch Block などの書き方を使って実行時エラー、つまり例外の処理をできるようになっています。このように基本的な書き方が用意されているのとともに、 Java はオブジェクト指向の考え方にも基づいています。オブジェクト指向の大きな特徴として Java のプログラムというのは基本的にクラスという単位で組み立てていきます。Java ではクラスの中に属性としてメンバー変数を定義して操作としてメソッドを定義します。逆に言うと Java ではクラスの外に属性を定義したりとかメソッドを定義したりすることは許されていません。ここが Java の大きな特徴で、例えば Java が公表されたのと同じくらいの時期に使われた C++ なんかではクラスの外にメソッドを定義したりすることができたんですね。それができると一見便利なように思えるんですが、これが許されてしまうとプログラマーによってはきちんとクラスの中に属性と操作を書く人もいれば、クラスなんか全く定義せずにクラス外の処理だけでプログラムを書こうとするプログラマーも出てきて開発現場が混乱してしまったんですね。それに対してクラスの中にしかメンバー変数やメソッドを定義できないという厳密なオブジェクト指向のルールがあったからこそ Java はここまで広まったというふうに言えます。そしてその他のオブジェクト指向の特徴として、このような継承の機能や多体性とも言われるポリモフィズムの機能が Java には盛り込まれています。そして開発環境としてまず押さえておきたい技術が JRE です。 JRE というのは Java Runtime Environment の頭文字を取ったもので、 Java の実行環境ですね。 Windows や Mac など異なる OS 上で同じ Java のプログラムを動かせるように各 OS の違いを吸収してくれる実行環境が OS ごとに提供されているという、この青の部分が JRE です。このように Java のプログラムを動かす環境とともに開発するためのコンパイラーも提供されています。そして他の C++ なんかにはなかった特徴として押さえておきたいのがガーベッジコレクションという技術です。
ガーベッジコレクションというのはそのまま訳すとゴミを集める、ゴミ集めの機能です。 Java ではプログラムを実行するときに途中でいらなくなったオブジェクトの領域なんかを自動で解放してくれるというような実行環境が提供されています。なのでプログラマーはメモリの解放なんかを特に意識せずプログラミングができるというわけですね。 Java のプログラマーはこのような開発環境を使いながらクラスを記述していくことになるんですけれども、 Java ではいろいろな機能を持ったたくさんのクラスが公表されていて、それを利用することもできます。それらはパッケージという形にまとめられていて、まず基本的な機能を持つクラスは java.langpackage にまとめられています。そしてコレクションクラスのような便利な機能を持っているクラスは java.util.package にまとめられています。その他ファイル管理をするための java.io.package、 インターネットに関する機能をまとめた java.net.package、そしてデータベースにアクセスする機能をまとめた java.sql パッケージがあります。この他にも提供されているパッケージはたくさんあって、 Java が最初に公表された時に実装されていたパッケージはこんなものがありました。このそれぞれのパッケージの中にはたくさんのクラスが含まれていて、もうまさに図書館みたいだということで、この提供されているクラスをまとめてクラスライブラリーと呼んだりもします。ちなみに一番最初のパッケージにあるアプレットというのはブラウザ上で動くプログラムのことです。 Java が公表された1995年はちょうどインターネットが広まった時期でもあったので、このアプレットはとてもよく使われたんですね。それが Java が広まったきっかけの一つとも言えます。 Java がバージョンアップするたびに Java で使える機能クラスがどんどん増えていって、ライブラリーは広がっているというふうに思ってください。このように Java の言語仕様と開発環境が公表されてクラスライブラリーが充実していくのと並行して、 Java で開発をするためのツールも作られていきました。いろいろなツールが作られましたが、多くのプログラマーが利用しているのは Java で開発をするための統合開発環境 IDE というものですね。有名なものとしてはまず Eclipse、 それから IntelliJ IDEA があります。この他にもいろいろなツールがあって、有名どころで言うと Web サーバーの Apache なんかがあります。この他にもデータベースのサーバーとかいろんなツールが Java で作られています。ちなみにここで紹介した Eclipse と IntelliJ IDEA っていう2つのツールは現時点2022年の時点でよく使われている開発ツールです。昔はその時々の開発ツールがありましたが、その開発ツールを使って実際どんな Java プログラムが作られていたかというと、最初は大きく2つの方向性で発展していきました。その1つをホワイトボードの上の方に、もう1つを左の方に書いていきますね。最初に紹介したいのがウェブアプリケーションです。ウェブアプリケーションを作るための Java 技術として、まず1998年にサーブレットというものが公表されました。サーブレットというのはウェブブラウザからのリクエストがあった時に動く Java のプログラムなんですが、 Java のプログラムの中からプリントラインメソッドで相手のブラウザに対して HTML のタグを出力することができるという Java のプログラムです。最初はこのようなプログラムが使われていたんですが、 Java のプログラムの中から HTML を出力すると結構大変だということで、翌年1998年に JSP という技術が公表されました。さっきのサーブレットは Java のプログラムの中に HTML が含まれるというものだったんですけど、 JSP はその反対で、基本 HTML のファイルの中で一部分 Java のプログラムを埋め込むことができるというものです。そしてこれらと一緒に組み合わせてよく使われたのが JavaBeans というものです。このサーブレットや JSP だけではウェブアプリ全体の機能を表現しきれないので、例えば処理の部分を別のクラスとして抜き出そうと、その時にプログラムの部品を作る時のルールとしてまとめられたのがこの JavaBeans というものです。例えばクラスを作る時には引数なしのコンストラクターを用意しましょうとかいうような基本的なルールをまとめたものですね。この頃からプログラムを部品の組み合わせで作っていこうという考え方が広まっていって、合わせて広まった考え方がデザインパターンという考え方です。このデザインパターンというのは Java に限った話ではなくて、他の言語でも使われ始めた考え方なんですけど、 Java でもサンマイクロシステムズ社がこういう風にプログラムを組み合わせると効率よく開発ができますということで、いくつかの Java のデザインパターンが公表されたんですね。その中の一つに MVC パターンというものがあります。これはもともとあった MVC モデルという考え方にこのサーブレットや JSP、JavaBeans を組み合わせた考え方なんですけど、こんなイメージです。
MVC モデルの M はモデルの M です。モデルというのは処理のまとまりのこと。それを Java Beans というルール元にして作られた Bean というクラスで実装して、 V というのは View、 画面に見せる部分、レイアウトの部分ですね。それを JSP で作って、この2つをコントロールするのが C です。これを Java のプログラムがメインとなっているサーブレット、これをこのように組み合わせて作ると Web アプリを効率よく開発できますという考え方ですね。この考え方は今の開発現場でもよく使われています。このように Java のプログラムは部品化しやすいということと、コンパイルして実行するコンパイラ言語なので処理が早い、それからセキュリティ性も重視されているということで、主にウェブサービスや大規模なシステム開発に利用されていきます。まずウェブサービスとして有名どころで言うと、 Twitter や Evernote、 それから楽天のサイトなんかも Java で構築されています。そして大規模なシステムで言うと、例えば銀行とか配送系のシステムなんかでは今でも Java が動いてますね。ここまでがだいたい90年代後半の話で、すでにいろんな技術ができてきたんですね。ただいろんな技術ができすぎて、一度対象者や目的に合わせて Java の機能を3つのエディションに分けようということになりました。それが1999年のことで、まず1つ目のエディションが Java SE というスタンダードエディションです。これはここにあるような基本的なクラスライブラリをまとめたエディションで、デスクトップアプリケーションなんかを作る際に利用するエディションですね。そしてここから上のウェブサービスや大規模システムを作るためのエディションが Java EE というエディションです。エンタープライズエディションですね。最初は Java EE と呼ばれていたんですが、今は訳あってジャカルタ EE という名前になってます。この理由は動画の後半で説明しますね。そしてもう一つのエディションが Java ME というマイクロエディションです。Java の開発を始めるときに、まず最初にするのが JDK、 Java Development Kit のインストールですけれども、その JDK の中にはこの言語仕様と開発環境と Java SE、 このスタンダードエディションの機能までが盛り込まれています。そして Java EE の機能を使いたければ、この JDK の基本機能プラス Java EE の SDK、 ソフトウェアデベロップメントキットをインストールする必要があって、 Java ME の開発をしたければこの JDK プラスJava ME の SDK、 これを追加でインストールすればそれぞれ開発ができるようになります。このマイクロというのは小さなという意味ですよね。実際どんなところに活用されていたのかというのをいくつか紹介しますね。OJPI というのはオラクル Java プラットフォームインテグレーターの頭文字を取ったもので、主に家電製品の中で動く Java のプログラムです。家電製品の中に組み込まれている小さなチップの中で冷蔵庫の動きをコントロールしたりとか、炊飯器の動きをコントロールしたりとかという形で活用されています。今のこの IoT の広がりというのも Java 技術のおかげだったりしますね。それから IC カードの中で使われている Java カードという技術があります。例えば Visa のクレジットカードなんかでは IC チップの中で Java のプログラムが動いていたりします。あと身近なものとしては Java TV という技術がありますね。テレビの制御に使われていたりとか、ブルーレイディスクのレコーダーなんかにも Java の技術が活用されています。さらにもっと身近なもので言うと、 Android のスマートフォンでも Java のプログラムが動いてます。このように組み込み系の技術としても Java のプログラムはよく使われています。Google から Android スマートフォンが発表されたのが2007年のことなので、ここまでがだいたい Java が公開されてから10年から15年ぐらいの話ですね。ここまではウェブサービスや大規模システムという方向性と、左の組み込み系、大きくこの2つの方向性で Java 技術は広まってきました。そしてまだホワイトボードの右上と左上が少し空いているので、ここからは最近10年ぐらいの話をしていきます。まずさっき話したこの Android のスマートフォン、これ Android 自体が Java で作られているので、このスマートフォンで動くアプリも Java で作られるケースがほとんどです。この Android のアプリをより作りやすいようにということで、2014年に Google が Android Studio という開発ツールをリリースしました。この Android Studio というアプリの開発ツールでは、アプリの処理をするための Java ファイルとレイアウト情報なんかをまとめる XML ファイル、この2つでアプリを制作していきます。
こんな風にアプリの処理と制御を Java ファイルにまとめて、そのアプリの設定やレイアウトの情報を XML ファイルにまとめると。そしてこれを組み合わせて一つのアプリとして動かすことができます。そしてアプリを開発するときは、そのアプリの開発マシンと実際のスマートフォンを USB でつないでデモとして動かしながら開発することができるという環境が整えられています。日本では iPhone のシェアが高いですが、世界的に見ると Android スマートフォンのシェアはかなり高いので、これからも開発が続く分野だと思います。そして上のウェブサービスや大規模システムに関する最近のトレンドとしては、フレームワークを使った開発というのが挙げられます。このフレームワークというのは日本語に訳すと枠組みという意味ですね。さっきのこのデザインパターンは、プログラムの部品をこういうパターンで組み合わせると効率よく開発できますよという考え方だったんですが、このフレームワークはさらに進んでいて、システムの枠組みがもうできてしまっているというものです。言い換えると、プログラムの大枠がもう出来上がっていて、必要となる箇所だけを記述すればいいというイメージですね。なので開発効率がさらに上がるというメリットがあります。Java にはいろんなフレームワークがあって、有名ところでいくと、まずスプリングフレームワークというものがあります。単純にスプリングというふうに呼ばれたりもしますね。これが出た当初は結構流行ったんですけれども、いろんな機能が盛り込まれたフレームワークになっていて、設定ファイルを作るのが大変だという部分もあって、さらにここ数年使われるようになってきているのが、このスプリングの一部分であるスプリングブートというものです。これを使うと、とても簡単に少ないコード量でウェブアプリなんかを作ることができるようになります。この他にもたくさんのフレームワークがあるんですが、例えばどんなものがあるかというと、こちら Java のフリーランス向けの求人案件数をフレームワークごとにまとめたものですね。2022年2月の情報です。これ見てもらうと、 Spring とか Spring Boot が今は比較的人気があるというのが分かってもらえると思います。この Spring Boot というのが公表されたのは2014年の話なんですけれども、この頃から Java 技術が多岐にわたりすぎて、オラクル社だけでは管理が難しい状況になってきました。例えばこの Java EE という技術に関して、バージョンアップのスピードが遅くなってくるということが出てきたんですね。で、今どうなってるかというと、2018年にこの Java EE の管理に関して、オラクル社から別の団体に管理が移されました。その時の商標の関係で名称が Java EE から Jakarta EE に変わったという事情があります。で、どの団体に管理が移ったかというと、エクリプスファンデーションという団体です。つまりこの開発ツールエクリプスを作っている団体がこちらを管理するということになったんですね。このように今もこの Java 技術というのはオラクル社だけのものではなくて、業界全体で支え合ってみんなで発展していこうという方向に今も動き続けています。これからどんな風に発展が進んでいくのか楽しみにしていきたいですね。ということで、今回は Java 技術の世界地図というテーマで、これまでの Java 技術の発展の流れを無理やり1枚にまとめてきました。それぞれの技術はかなり浅い話しかできていないので、今回はまず全体像や歴史の流れを掴んでもらえたら嬉しいです。この動画をきっかけに、これからの Java の勉強や開発が少しでも楽しくなればとても嬉しいです。もし今回の動画の内容に間違いがあったりとか、その他こんな分野があるよとか、それから動画の感想とか、気軽にコメントもらえると嬉しいです。また今回の動画が良かったという人は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。